ハンドル左、スイッチボックスを取り付けていきます。スイッチボックスの取り付けには、スイッチボックスの中にかなりこう配線が入っていますので、その配線を噛まないように取り付けるという注意点が必要になってきます。スイッチボックスも4本のプラスのボルトで取り付けられていますので、このようにしっかりカバーとピタッとくっついていることを確認して、4本のプラスのボルトを全体的に締め込んでいくということを注意して作業してください。4本のボルトを均等に締め付けることができたら、配線をヘッドライトの中にしまって完成という形になります。簡単になりますが、これでハンドル左、スイッチボックスを取り付けの説明を終わります。